高橋由一チャンネル。最近韓国が NATO のサイバー防衛協力センターに正式加盟したことについてその意味合いを教えてください。まあ悪いことじゃないと思いますけどね。だんだん韓国っていうのも、前の文在寅政権だと、もう方針決まっていて、はい、北に飲み込まれたいという方針だったんだけどね。まあさすがにね、この、東アジアの先制国家3つ、中国、ロシア、北朝鮮に、はい、そこに飲み込まれたらまずいと、うん、さすがに思う。文在寅政権の時はそうだったけど、はい、今のユンさんはね、ちょっとね、うん、そこまではなくて保守政権でしょ、はい、だからどうもその西側の方にある程度は行きたいという気持ちがあるからこうなんだよね、うん、ある程度はある程度。もうそれはね、要するに、いきなり軍変わらなくて、これで西側に行きたいと。ただし、日本にはちょっと入れたくないから NATO ってそういうことなんじゃないの？そういうことです。おそらく。日本にはちょっと嫌だと。だから、これが、まあ、そういうとこは NATO っていうの出ててね。NATO っていうのははっきり言えば、ノースアトランティック・トリティ・オーガニゼーションっていうやつだ。北太平洋だよね。だから、アジアの国はいろんな意味できちんとした正式な、参加ってしにくいんですよ。でもまあ、サイバーの話なんかは、北朝鮮からガンガンやられるからね、はい、こういうのである程度西側国に一緒になりたいという、うん、そういうことじゃないですか。でも日本じゃないっていうことがポイントですよ。だから米韓はやる、うんうん、あと NATO 幹部やると、はいはい、日韓はやらないって、そういうところでしょこれは、うん、まあでもね、これはでほっとくとね、そのうちね、NATO なんかの話だとね、日本が結構積極的に NATO にやってんでしょ、うん、だから韓国は日本と直接やるの嫌だけど、他の第三国があれば日本もいいって、そういうふうなことなんじゃないかな、うんうん、だからその時のパートナーの一個として、うん、アメリカを使ってよく日米韓ってなるでしょ、はいはい、そういうのを作りたいっていうのと、はいはい、NATO 韓日っていうのも作りたいとかね、うん、そんな感じがないかな、うん、だからそういう意味では直接やるのは嫌だけど、うん、第三国入ってくれるんだったら OK って、そんな感じでやってんじゃないかしね。だからそのうちあれだよね、まあこれは期待だけどね、はい、いわゆる徴用工の話とかね、あと、いわゆる慰安婦問題とかね、こういうについてね、悔い改めね、あと、レーザー照射もすいませんでしたとか言えばね、日本の方もね、もうね、すっきりするんだけど、だから当分は、だから日韓の話はしないでしょ、まだ。もう韓国のもしないと思うしね。だから、要するに、NATO とか、あとあれだよね、ヨーロッパとか、あとアメリカを入れながらやるってことなんじゃないかな。一瞬、岸田さんが就任前に会っちゃって、まあ、スイカって、あれさすがにあれ批判受けたから、はい、今度もスペインで、日韓首脳会談は確かやらないということですよね。で、もちろん G7 には、韓国来れない、G7 は関係ないけどね。一応、NATO のところでも、やるというのはできるんだよね。スペインでね。日韓もね。でも、まあ、当面はやらないんじゃないですか。当面やらないのはどっち側が躊躇してるんですか？日本が躊躇してるよね、まずね。だってさ、全然弾がないんだもん。うん。ほいで、向こうの方はさ、輸出管理をやめてくれって、そういう話ばっかりでしょ。それは無理って言われても無理だからね。そうだから日本から思うと弾たくさんあって、ジソミアもあるからね。はいはい、まずジソミアはやり直しどうするんですかとか、こんな話か、来るじゃない。ほいで、レーザー照射もどうするんですかとかね。はい、お話って、まずだ、そっちがだけだもんね。だから、おそらくジソミアの話とか、レーザー照射の話が先で、ほ、うん、いで、その後に、慰安婦の話とか、中国の話が出てくるんじゃないの？そういうの終わったらスッキリするんだわけね。もう文政権がたくさんやっちゃったから、日本に対してなんかその後の政権の人大変だと思うよ。 あんだけたくさんいるとね、うん、それひっくり返すのはすごく大変だよね。ましてまだ与党でもないしみたいな、うん、6月の地方選は結構ねいい成績が出たんで、うんうん、 はい、その意味ではあと、2年ぐらいの後ね、うん、総選挙ね、はい、あれ以降に本格派になるんじゃないの？それまではなかなか、ね。それまだって、いろいろ言ったって、議会でひっくり返されちゃうかもしれないでしょ。だから、それまでは政府のできる話をするわけ。うん、で、それだからジソミアの話とか、レーザー照射の話は政府でできるんだよ。うん、うん、うん。それは簡単にできるわけね。はいはい、で、まあ、徴用工の話になると法律出さなきゃいけないから、はい、ちょっと総選挙で勝たないと無理だと思うんだけどね。うん、で、それまではだから政府の話、うん、できる話を、やるってことなんじゃないの。で、日本としては韓国の方が
案を持ってきたら対応するって、そういうことだと思うよ。だから韓国との間はそう簡単にね、あんだけね、文さんがやったからね、それはそう簡単ではないと思いますよ。これちょっと話も出ますけど、うん、はい、サイバー防衛協力センターって何ですか？サイバーってさ、ないからそれでまあ協力するってだけでしょ。いろんな技術協力とかそういうのをね、あ、うん、サイバー攻撃からいろいろ守るっていう、そういうのはほらもう国境も何もないからね。だからはっきり言ったら北朝鮮の話でしょ最後は。北朝鮮とあと、まあ、中国ロシアでしょ、うん、よくやるからね、うん、やっぱあの3カ国はやっぱ相当やってきてる感じなんで。それはそうでしょいやそれは当たり前だと思うんだけど、別に、うん、驚くことも何でもなくて、うん、だってそんなのサイバーの話でやるっていうのはだ選挙の時によくやるじゃない。選挙の時に。そう、日本はだから結構ね、はい、日本語もあるから、はい、結構やりにくいんだよね、サイバー攻撃するのもね、はい、だから結構平気なんだけど、でも最近企業なんかでもたくさんやられてるよね。あ、やられてます、ものすごいやられてる。あれ結構セキュリティ緩いから、うん、危ないと思うよ。あ、そうなんだ。うん、日本ってサイバーって話ってすごく無頓着なんだよね。なんか弱いイメージはありますね、確かに。だって経営者でみんなパソコンも使えないド素人とかたくさんいるじゃん。これいつも話するとき大変なんだけど、はい、まずリテラシーがないじゃない。経営者でみんなあれでしょ、パソコンのプログラムができる人なんてほとんどいないでしょ。プログラムはいないんじゃないですか。だからそれでは分かんないもんなの。そうですか。当たり前じゃん。だからもう、プログラムをさ、学校で教えないと大変だよ。プログラムってみんな分かんない人多いの？ほとんど分かんないです。理科系に行くと必ず、大学だと必修になるし、自分でできないと実験の、処理できないから、みんなやるけどね。だからやっぱり土分系ってな、楽でいいね。本当にね。土分の人ってこういうのやんないで平気なんだね。土分って。でしょ？そんなの、私なんか当たり前だと思ってたけどさ、プログラムできんのが。授業でプログラムとかが始まってるのはまあまあいいことです、ね、外国語と同じなんだよね。外国語と同じだから難しくはないんだ、うんうん、ただし一定期間勉強しないとできないって、それだけで。私なんかだからいろんな言語できるけれど、基本をやったからなんか他のやつはちょこっと程度すぐできちゃうんだよね。プログラム言語って今何種類くらいあるんですか？めちゃめちゃあるんですか？ありすぎて分かんないよ。ありすぎて分かんないぐらいあるんですか？まあ一番の基本は、まあ機械語ってんのやるんだけどね。これやってると大体他のは分かるかなって感じ。大学の時に機械語をやってるから、そうすると、まあ他のやつはその方言、あるような方言みたいなやつだから、案外できるって感じかな。こういうのってさ、無知な人多いからさ、ちょっと焦っちゃってさ、例えば節電っていうのあるんでしょ？はい、節電するときにアプリ入れて、はい、節電をやるんだけど、スマートメーターっていうのが大体東京大阪があるからね、スマートメーターっていうのがあるとそのアプリと連動してきて前の月の使用量とか全部わかるから実は節電ポイント出せるんだけどね。でもそれをどうして出せる、スマートメーターと連動できるかっていうと、スマートメーターが無線機能があって、ちょっと考えたら乗っ取られる可能性高いんだよね。あるんだよね。そこそこあるんだよ。で、スマートメーターって現実に、ウクライナかなんかで、やっぱり、いろんな、サイバーテロの時に対象になってるんだよね。だから、こういう時も、私なんかつい思わずね、節電ポイントよろしいんだけど、セキュリティ大丈夫ですかと、まず聞いちゃったよね。こういうのは絶対に聞いた方がいいわけ。聞かないともね、だんだんね、みんな無頓着でやるんだよね。それでやったら、やっぱある程度政府の中でもね、知ってる人がいてね、きちんと答えてくれましたけどね。そうなんですね。こういうのも、ニュース聞きながら、ピンとこなきゃいけない。もうちょっとサイバーに強くならなきゃダメですね。うん、そのためにはね、あれだよ、プログラム自分で組めればいいんだけど、要は、アプリとかそういうのに対して仕組みが分かってるかどうかだよね。メンバーシップを始めましたので、よろしかったらぜひ、登録をお願いいたします。